北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは。3週間のご無沙汰、北野しおりです。佐藤美久です。あれこの、はい、あのリアルドライって、はい、毎月2回、はい、第2、第4日曜日に放送していただいてるから、はい、2週間に1回のご無沙汰じゃない？ダメですね、美久さんは。そんなことも分かんないんですか？すいません。1週間は7日、はいはいはい、で1ヶ月って4週じゃないですか。だいたい4週だと28日、うん、でも1ヶ月ってカレンダー上だと30日か31日なんで、うんうん、こう週計算していくとどんどんずれていくんですね。うん、それくらいはわかるよ。だデータ的に言うと4週目の放送は2週目の2週間後だけど、うん、2週目の放送は3週間くんですよ、前の月の4週目から、はいはいはい、あ、そうなのね。はい、わかりましたか？すごいわ。しゅうちゃん、見かけによらず頭いいですね。いや、見かけによらずってちょっと余計じゃない？失礼しました。はい、じゃあオープニングトークに戻って、はいはい、戻らせていただきます。すいません。まずね、予想外の賢いしゅうちゃんの登場でちょっとね、私とトミック戸惑いが、隠せませんが、はい、とりあえず話を戻しまして、この北野しおりのリアルドライは、賢いコスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと私、普通の女優の佐藤美久の2人がコスプレやアニメ、BL、そしてサブカルなどについてリアルに、そしてドライに進行していく番組です。それでは今回最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ。このコーナーは毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見も交えてご紹介していくコーナーです。まずはですね、7月の6日土曜日はウィザードワンド主催ウィズアット札天神、こちらが東京都、調布市、調布が丘です。続きまして、7月の7日日曜日が、レイパラ実行委員会主催のニューレイヤーズパラダイス、こちらが東京ドームシティです。続いてが、7月の14日日曜日、20日の土曜日、27日の土曜日が、コスミックロゼ主催ミサトスタジオ撮影会、こちらが埼玉県三郷市栄です。で続きまして、7月の27日土曜日、28日日曜日が株式会社 WCS 主催、世界、WCS か、主催、世界コスプレサミット2019 in 東京、東京ドームシティです。そして、最後はですね、7月の28日日曜日がワンダーフェスティバル実行委員会主催、ワンダーフェスティバル2019夏幕張メッセ、うん、で、主だった、イベントをですね、いつものごとくリサーチャンさんの独断と偏見を、元にですね、はい、ご紹介させていただきましたが、やはり、7月の前半はまだね、あの梅雨が明けていないことが多いですね。で梅雨というと雨ばかりで嫌という方もね、多いかもしれません、しません、しかしながらですね、逆に言うとコスプレ、はい、撮影会では雨のシチュエーションを狙って撮るというケースもあると思います。確かに、はい、つまり雨の日のシチュエーションを狙った撮影というのはなかなか難しいので、この季節ならではの撮影にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。そしてそんな梅雨が明けるといよいよ夏がね、やってきます。これもリサーチャーさんの言葉をそのままお伝えしますと、夏といえばプールと言い切っておられますが、確かに、はい、とにかく先ほどご紹介させていただいた7月の14日日曜日、はい、20日の土曜日、27日の土曜日に開催されるミサトスタジオ撮影会ですが、このミサトスタジオは建物自体がですね、うん、おしゃれな洋風建築で、その中に和室だったり洋室もあるそうなんですが、なんと、建物内、はい、つまり撮影可能エリアにプールがあるというのが特色の一つになっています。これ有名ですもんね。あ、そうなんですね、はい、私は初めて聞きました。つまり夏といえば、のプールでの撮影もできるイベントなんです。イベントの開催時間も9時から21時と長く設定されているので、はい、日中、夕方、夜と各シチュエーションをじっくり撮れるのも嬉しいポイントです。へー、はい、でまた7月最後の週末には大きなイベントが2つあります、はいはい、1つはワンダーフェスティバル2019夏、
こちらはガレージキットと呼ばれる自作のプラモデルやフィギュアを展示販売する日本最大級のイベント、いわばガレージキット祭典です。コスプレ参加も可能なため、コスプレとガレージキット両方を一度に楽しむ参加者も多くいます。そしてもう一つは世界コスプレサミット2019です。こちらのイベントは世界42カ国で予選を勝ち上がってきたコスプレイヤーたちが各国の代表チームとしてコスプレパフォーマンスを見せるなどして優勝チームを決定していくというものです。イベントタイトルに世界とついているだけあって、様々な国のコスプレイヤーの傾向やそのスキル、クオリティなどを見ることができる貴重なイベントです。その中でも昨年までは愛知県で2日間にわたり行われていたワールドコスプレチャンピオンシップは7月の27日に東京ドームシティプリズムホール、8月3日4日に愛知県芸術劇場大ホールを会場に2都市2都市3日間に分けて開催。東京会場ではランウェイでの衣装審査、そして名古屋に移り8月の3日にはステージでのパフォーマンス審査を行い、それぞれ勝ち抜いた計24チームが最終日のファイナルに挑むという大掛かりなイベントです。どの国の代表チームが優勝するか気になる方はぜひね、名古屋まで足を運んでみてください。これなんか、私たちは通称コスサミって呼んでるイベントですね。コスサミ、こういうなんかこうチャンピオンシップみたいな、なんかすごいこんななんか強そうな名前っていうの知らなくてあ、そうなんですね。今すごい考えちゃいました。このイベントなんか知ってるけど、名前なんだなんだって思って。あ、そうなんですね。うん、みんなコスサミって呼ぶこと多いですね。あ、そうなんですね。そしてなおですね、その他、各地で大小さまざまなイベントも開催予定ですが、時間の都合で省略させていただきましたことをあらかじめご容赦ください。なおイベントによって事前申し込みが必要であったり、人数の上限が設定されているケースもございますので、必ずホームページなどでご確認の上ご参加ください。またお問い合わせの際には会場ではなく、くれぐれも各イベント主催者さんに、お問い合わせいただけますようお願いいたします。以上、イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナーよ、待ってました。はい、改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて、続いてのコーナーは今月の塩ミクランキングです。はい、このコーナーは、グルメセレブを目指すしおりちゃんと、私佐藤美久が毎回番組で用意していただくものについて、実際に今からこのスタジオで一口サイズで食べてみて、その好みを元に、ランキング形式で発表させていただくものです。はい、ただし朱里ちゃんは、グルメセレブを目指していますのでそのランキングは当然高いものが上位に来るはずですので、そこにもね注目してみてください。はい、プレッシャーですね。はい、そしてお断りしておきますが、可愛いキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得している朱里ちゃんと、一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久が、ガチリアルにもしかしたらちょっとだけドライねコメントしていきますこともあらかじめご容赦ください。はい、これ毎回ね、なんかこうプレッシャーを毎回かけられてるそうだよねでも意外と私プレッシャーに負けずに、すごい、だから前回の TKG 卵かけご飯は見事にセレブリティな素晴らしい選択をしてるわけですよ。うん、見事にね全部当てていただきまして、前回ね TKG ですよね。そうです、卵かけご飯ですね。特にあの株式会社の小林ゴールド X さんの究極の卵かけご飯、はい、専用卵ですからね、はい、これよかったあれはすごかったですね。これなんか私スタッフさんに余ってるの1個もらって、あ、そうなの家帰って食べるとき超楽しみでした。あ、そうなのね、いやそれやっぱね色がね違うなっていう風に、ね、改めて思いましたね。まあ、確かに、うん、まあ、私はねちょっとねニートさん逆でしたけれども、うん、私は好みですから。あ、そうそうそう、みくちゃんはね外しても勝手な好みですから。そう、誰にも何も責められない、はい、あの私だけ責められるという、ね、コーナーですね。まあまあそうなってきちゃうかなではですね、はい、今回は今の季節にぴったり水羊羹の
ランキングしおりちゃんは高価な、もの順を当てていきたいと思います、はい。今回もいろんな水羊羹の中から有名店のものも含めてね厳選して3種類用意していただきましたので、はい、ではね早速ね、ちょっとねご紹介ね一つずつご紹介させていただこうかなと思います。はい、まず一つ目がですね一番高いやつですね、はい、株式会社種屋さんののどこし一番本生水羊羹、うん、こちらがですね、98g×3個入りで1178円です。へー、はい、で種屋のコーン種屋さん の、はい、あの独自 の、 あの生、本生製法で小豆本来のうまみを追求した水羊羹だそうです。へー、なんじゃ本生製法って。なので、はい、高いということで、はい、はい、で、もう1872年創業の老舗だそうで、はい、へー、そんなに長くから、はい、なのですごい皆さんに愛されてる、はい、あの会社なのかなというふうに思いますね。バームクーヘンのクラブハリエが同じグループにあるんですね。そうそうそう、知ってる。あ、本当、はい、さすが。水羊羹は名前食べる機会ないんですけど、ね、今日食べれるということで、じゃあぜひね当ててください、はい。そして続いてが、はい、山崎製パン株式会社さんの、はい、水羊羹 175g98円のものですね、はい。確かに、あの山崎製パンはよくお菓子とか和菓子とかパンとかいろいろ売ってるから私よく買いますよ、ね、確かに、うん、美味しいよね。そう、美味しい、うんうん、あの食パン好きなんですよ。お手頃だしね、はい、うんうん、ロイヤルブレッドって食パン好きなんですよ。いいですね知ってますよそして、はい、続いてがですね、井村屋さんの、はい、井村屋株式会社さんの水羊羹 62g5 個入りの298円のものです、はい。私ね肉まんが大好きで、あ、へー、私井村屋さんといえばあのアイスまんじゅうのイメージ。あー、あんこ、あんこ、あれ美味しいね。そう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 、うん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 、だからこう井村屋さんが水羊羹出してる納得って感じ、うん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 。では、はい、早速、はい、いただいていこうかなと思いますので、はい、ではまず A からね、はい、いこうかなと思います、はい。じゃあしおりちゃんからお願いします。これ最近の傾向なんですけど一番高いのは大体 A に置いてありませんあー、そうだね、うん、これどうなんだろう。そうかもしれない。これで当たっちゃったらどうしよう。じゃあ一つ目いただきます。なんかねやっぱね、うん、パッと見見た目もね違うね一つ一つが、うん、やっぱこうなんだろうな、今までねやってきた中でね濃いものが高いっていうイメージだったんだけど、分かる分かる。でもそうやっぱ薄いからこそ高いっていうのもあるじゃない、うん、中には。確かに透明感、うん、どうですか。いやなんかこれ分かんない、水羊羹あんまり普段食べないからなんか普通にまず1個目だから、うん、でもこれ色濃いんですよ3つの中で一番。じゃあ私ねいただいていいですか。どうぞ、はい、色濃いんですよ3つの中で一番。だなんかワンチャンもしかしたらこれが高いんじゃないかなっていう先入観もありつつ、水羊羹そう分かんない、美味しいです、美味しいんだよ。久々に食べた本当に甘くて美味しいです。そう、甘くて美味しい水羊羹なんだよね。羊羹ってなんかいいよね、うん、じゃあはい B ね、はい、しおりちゃんやっぱねまだ B 私食べてないから分かんないですけど、やっぱ色的には私は A かな。あ、おー、違いある。え、ほんと、これ B すごい色薄い。待て待て待て、じゃあ私ねですけど、私いただきます B。 わかんない、でも A よりも B の方がちょっと水っぽい、うん、あっさりめなイメージ、うん、イメージってか味。 B の方がみずみずしい。そう、 B の方がなんかかな、うん、あっさりってか A の方が甘くてしっかりした味だった、うん、そう、しっかりしてる羊羹っていう。そう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 、B の方が水羊羹っていう感じ。わかる、水部分が強調されてる、すごい、うんうんうん、じゃあしおりちゃん C。 はい、じゃあ C いただきます。お願いします。これ見た目どう。いや一番ね C が一番薄いんですよ。あ、あ C かな。そうだよね、 C が一番薄いかな。はい、どうですか。これですね、でしょ。あー、なんかじゃあ私いただきます。どうなんだろう、あの食感がこれの方がしっかりしてる、あの寒天全然違うね。本当に普通の水羊羹じゃなくて普通の羊羹に近い感じ。あ、一番みずみずしてるの B、 うんうんうん、で一番私的に甘いの A。 あ、そうだね。そうで一番なんかこう普通の羊羹に近いの C って感じ、うん、同じ、うん、いやそう、これめちゃくちゃ難しくないですか。難しいけど結構でも色とか味は違うかも。色ね、みんなそれぞれ違う。そう、意外と特色それぞれ違うんだけど、うん、
こう水羊羹の何をよしやしとして そうだ普段あんまり食べないからね。そう、水羊羹の偏差値の高さってどこに現れるのかなってもうすごい考えてる。なんかただ甘いだけでもそう砂糖の甘さなんじゃないかなと思うし、わかんなくない？そうだね。水羊羹とは種屋さんの水羊羹って、はい、この小豆をすごいはい凝縮っていうかすごいすごいヒント頑張ってらっしゃるじゃないですか。はい、確かに。だからなんだろう、小豆感がやっぱ強いのが、なるほど、種屋さんかなって私は思っちゃった。もう確かに、あ、それすごい分析をしておりますが、大ヒントになってました。いやでもね、山崎製パンさんとね、激村屋さんが分からない、分かんないよね。なんかこうどっちにどう特色あるとかも知らんし、分かんない。では、はい、よろしいですか、まあ、決まりました。味の違う参考にとりあえず決めました。かしこまりました、はい、ではでは、はい、まずはじゃあ私からですね、はい、私のランキングをねご紹介させていただこうと思います、はいはい、ではまず私第3位、第3位は、C3 番目に食べた、はい、水羊羹、はい、がなんだろうな、ちょっとでドライに言っちゃうと、うん、ちょっとゼリー感が強かったかなって。これ間違えたらごめんなさい、はい、大丈夫。いや、ね、今2人とも同じぐらいの不安抱えてやってるから。で、はい、2位が、2番目に食べた、あ、はい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 、水羊羹、はい、が、うん、サラサラしてるし、うん、C に3番目に食べたものよりかは、はい、うん、水羊羹っていう、ザ水羊羹っていう感じが、そこ問う水羹問うわけ思いました、はい、そして、はい、第1位が一番最初に食べました、はい、A のものかなっていうふうに思っております、はい、ですので私は、3番目が C、 そして B と A ですね、はい、これさ、なんかみくちゃんの意見聞いてまた由来できた。めちゃくちゃ難しいんだけど。じゃあしゅうちゃんお願いします、はい、私の第3位は、第3位はもう決定なの、はいはいはい、第3位は B、あ、2番目に食べた、一番サラサラしてる2番目に食べた、はいはい、みずみずしい感じの、いや、なんか、はい、そう、味の薄さ的になんか C かな、みC ってなるほどなるほど、一番3位かなみたいな、はい、小豆本来の味って感じじゃなかった。うんうんうん、水羊羹の水らしさあった、うんうんうん、でもこれもう私自分のこと信じるわ。じゃあ、はい、2位お願いします。これね、めっちゃ迷ったに、みくちゃんの意見聞いて由来で変えようかなって今でも迷ってるんですけど、はい、2位は A の一番最初に食べたやつです。ほんと、うん、なるほど。で1位が C、 1位が C、 なるほど。いやでもこれ水らしささいる、水らしさって問われてるわけ、すごい久々にあの揺らいでます。いや、めちゃくちゃわかんない、めちゃくちゃわかんない。じゃあ、はい、それでは結果をね、はい、発表ねさせていただこうと思います、はい、ではまず A からいきましょう、はい、でいきますよ、はい、せーの、はい、あ、おー、A は井村屋さんの井村屋株式会社水羊羹 62g×5個、298円。なるほど、マジで。ちょ、なんか勝利の気づき、ということはしおりちゃんが今井村屋さんに、あー、なるほどなるほど、みくちゃんは井村屋さんが一番美味しかったと。そうだね、まあ、みくちゃんは、そう、私は好みだから、しおりちゃんは一番高いですね。そう、でもこれ次 B いきましょう。まさかのひっくり返されるかもしれん。いきますよ、はい、せーの、ドンドン。なんと、2番目に食べました B のものが、はい、株式会社皆さんのどごし一番本生水羊羹でございました。私これめちゃくちゃ自信ったよね、もう本当。しおりちゃん大不正解ですよ。これでもマジで、なるほどね、水羊羹だから、全然違う。じゃあ C 最後、はい、かこちゃんの製パン、株式会社の水羊羹ですね、はいはい、いや、まあね、なるほど、これむずくない？難しかったね。しかもなんか私これめちゃくちゃ文句言いたいんですけど。ということは2番目と1番目、はい、3番目の順番ですね、はい、なのでしゅうちゃん残念。これめちゃくちゃ文句言いたい。なんか水羊羹の概念って何？みんな水羊羹どこで判断するわけ？だ、やっぱみずみずしさね、みずみずしさがやっぱ大事なんだね。それ求めるん？私さ、小豆がめちゃくちゃ強かったの井村屋さんだったから。あ、わかる、私もだから、小豆だから、うん、あ、ちょっとでも私も悔しいかな。そうそうそう、あ、違う、あ、そうそう、私が小豆一番感じたのは山崎製パンなんだった。あ、うんうん、山崎製パン、まあね、
ということで、はい、しゅうりちゃん残念ながら久々の残念ながらということで、はい、いやー本当に水羊羹難しい、難しかったですね。水羊羹食べ慣れてないからしょうがないよ、うん、ちょっとまたね、はい、次回もね、はい、またしゅうりくランキング、ね、頑張って、しゅうりちゃん頑張ってください、はい、次回はいじけてるんですけど頑張ります、はい、以上今月のしゅうりくランキングのコーナーでした。今月のおまけ、続いてのコーナーは今月のおまけ、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というかノベルティグッズ、うん、いわゆるおまけについて、新刊本や DVD 写真集などのおまけについて佐藤美久完全独断による一押しの一品を紹介していくコーナーです、はい、今回ご紹介させていただくのは劇場版歌のプリンス様マジラブキングダム劇場公開記念フェアです。劇場版の公開日となる2019年6月14日金曜日より、はい、全国アニメイト店舗そしてアニメイトオンラインショップにて開催されます、まあ、そもそも歌のプリンス様というのは、2010年に発売されたゲームソフトを原作とした大人気メディアミックス作品です、はい、テレビアニメは2011年から2016年にわたり4期まで放送され、多数関連グッズや CD の、販売がされています、はい、私がねあの高校生の時からものすごい人気で、あ、うんまあ、これは、まあ、私はあくまで私の考えですけれども、はいはい、この歌のプリンス様はもしかしたら、まあ、いろんな、はい今や、いろんな作品がある二次元アイドルコンテンツの先駆けなんじゃないかなというふうに、はい、確かにこの後からね、うん、いろいろこうアプリ系の、そうそう、あの麗しい男性のアイドルの、うんうんうん、ちょっとチヤホヤしてもらうゲームがね、うんうんうん、出てきましたよね、うん、ではね本題に戻りますと、はいまあ、このフェア開催期間はですね公開日2019年6月14日金曜日から7月15日、月曜日です、具体的な内容はと申しますと、はい、期間中歌のプリンス様関連商品をご予約かご購入するとオリジナル特典ステッカー全18種がランダムでプレゼントされます、うん配布条件としましては、はい書籍キャラクターグッズご購入1000円ごと、ご購入、内金1000円以上で1枚、はい発売中のブルーレイディスク、DVD、CD、ゲームの、ご購入1本につき1枚発売前の、ブルーレイディスク、うん、DVD、CD、ゲームのご予約内金1000円以上で、1枚となっております、うんうんうん、なくなり次第ね終了となりますのでお気をつけください、このオリジナル特典ステッカーは劇場挿入歌が収録されている各グループの CD ジャケットを、彩ったステージ衣装の新規ビジュアルで各キャラクター王子様のような衣装で可愛いしかっこいい特典ステッカーになってますので皆様ぜひゲットしてみてください。へー、はい、懐かしい。私もでも乙女ゲームやり始めた時ちょっと見てました、アニメとか、うんうんうん、これシリーズめちゃくちゃ長いですよね。そうなんですよ。なのでぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ皆様いかがだったでしょうか。いや今日はすごい水羊羹に翻弄されて忙しい日でした。難しかったですね、はいはい我々2人の活動はですねツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組をお聞きの皆様ご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますのでこちらのメールアドレスまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまた。